はいどうも、カンタの大冒険へようこそ。カンタの個人チャンネルでございます。今日はすごい日でございます。はい、この日をどれだけ待ったかという感じでございます。先ほどこちらをプレゼントしていただきまして、早速もう今リアルに開封していくところなんですけども、今日の動画は Google Pixel 8開封していこうと思います。はい、僕のね、個人チャンネルを見てくださっている方は、僕が昔から Google Pixel を愛用していたことはご存知かなと思っているんですけども、今回8となりまして、とんでもないことになりました。長年 Google Pixel を追ってきたんですけど、今回 Google Tensor G3 こちらがね、導入されておりまして、とんでもない進化を遂げております。まだ僕触ってないんで何も言えないんですけど、 Google Pixel めちゃくちゃ来てます。我ながら先見の明があるというか、昔からですよ、僕 Google Pixel になる前の前身のねスマホもずっと使ってて、それが合体して Google Pixel になったみたいな感じだったんですけども、僕はいろいろなスマートフォンを調べてマジで一番良さそうなものをずっと使ってたんですよね。で、今 Google Pixel なんか市場のシェア率がめちゃくちゃ増えてるらしい。で、今回提供表記が出てるかもしれないんですけど、何も言われてないんでもう自由に喋ります。ただ今回のはみんなおすすめできるぞ。多分もちろん僕のね個人チャンネル見てくださってる方のショート動画とか Google Pixel で撮ってきたし、メインのショートも Google Pixel、 正直カメラがめちゃめちゃいいんですよ。本当に普通のこういうカメラに引けを取らない次元まで当然来てたんですけど、さらにパワーアップしているということで、とっても期待しております。早速開けていきましょう。本当に毎回ありがとうございます。でね、見てくださってるみんなでもこれで興味持って自分も買えましたとか、めっちゃ使いやすいですって人が多くて、そういうことも踏まえて今回もお話をいただけたということで、まあちょっとおこがましいんですけど、私こう呼ばれてます、チームピクセル。すごいね、なんか本当に使っている人を大切にしてくださっているというか、マジですごいと思う。ということで、まあ事務所の方がチェックしてるんで一回開いてるんですけども、僕はまだ見てないんで早速開封していこうと思います。緊張する。毎回の発売日に買ってたから、こうやっていただけるっていうことがすごく光栄なんですけども、なんかそれ以上に新作を早く使いたいって気持ちが強くてですね、楽しみだったな。うん、割とね、人生生きてく中で新作楽しみにしてんの Google Pixel マジで1位かもしれない。うん、早く9も欲しい。いや、8発売したばっかりなんですけど、てか発売してすぐなんですけど、開けていきましょうか。じゃあ失礼します。お、なんか手紙が入ってるよ。チームピクセルの皆様、いつからチームピクセルに入れてもらえたんでしょうね。こちらの紙が入ってました。読みます。ハッシュタグチームピクセルの皆様へ、こんにちは。この度 Made by Google 23において Google Pixel の新製品 Google Pixel 8、 そして 8 Pro、 Google Pixel Watch 2を発表いたしました。おめでとうございます。日頃より Google Pixel をお使いの皆様にもお試しいただきたく、発売より一足先にお送りいたします。 Google の AI を詰め込んだハードウェア製品として、皆さんの毎日がより一層楽しくワクワクするものになるよう、これからも進化していきたいと考えております。気に入ったポイントなどございましたら、 YouTube 動画や SNS などで取り上げていただけたら嬉しいです。もう取り上げています。大丈夫かな。ぜひ Google が作った AI スマホをご体感ください。そうなんですよ、 Pixel っていうのは Google がやってるんで、まあ YouTube も Google がやられてるじゃないですか。 Gmail も俺使うし、カレンダーもそうだし、基本的に仕事をする上で Google に関わることめちゃくちゃ多いんですよ。で、僕が初め Google Pixel を選んだ理由の一つも、自分が YouTuber として YouTube やってて、 Google が作った製品で見たりとかなんかするに一番いいに決まってるじゃないですか。で、実際こう使わせていただくと、他の製品よりも互換性がめちゃめちゃあって使いやすいっていうのがこれ最大のポイント。ただそこだけじゃないぞということで、開けていきます。来たなー、来ましたね。こちらえぐい、えぐい、
ケースもつけていただいてありがとうございます。あ、純正のケースかながついてて、こっち開けてみようか。こんなケースかな。うわ、透明なケース入れてくれてる。え、おしゃれなケースついてるんだけど、これワンチャン合わせるよみたいな感じか。そしてこちらですね。今回色をね選ばせていただけるというお話だったんで、こちらを選びました。僕は Google Pixel Pro のベイというカラーでございます。開けていきますよ。めっちゃいい色じゃない。消しゴムマジック以外にもめちゃめちゃ今回新しい機能が追加されてるんで、それもワクワクしております。じゃあいきます、せーの。めっちゃいい。うわ、めっちゃいい。しかも思ったよりちょっと僕の好きな、ちょっとくすんでる感じ。カメラも大きくなってるんですよ今回。カメラめちゃめちゃ大きくなってて、で今回ここについてるのがカメラでこれかざしたものの温度がわかるっていう、そういうのもあります。ここ温度を感知します。で側面もここが電源ボタンで音量ですね。これは従来のピクセルと一緒。うん、見た目は変わんないし、あ、でもちょっとここの丸みが変わったかな。ちょっと持ってみます。うん、めっちゃいいな。電源入れますか。じゃあちょっと電源を入れさせていただきます。はい、多分ねいつもの感じだと入るんだよね。きた。 Google、 この安心感がすごいね。いや Android よくね。普通にスマホはね、俺全然 Android だと思ってるけどな、ずっと。マジで、いや俺すごいよ。高校生からずっと Android 使ってるってやばくない？尖り？尖ってたけどね。で、言語が選べるので、よいしょ、ピクセルへようこそ。もうデザインがいいよね。じゃあ始める、押します。始めます。うわすごい、このバウンドしてる時にスマホが振動してる。ドンって、ここでドン。すごい、別のデバイスを使ったセットアップ。あ、俺ちょっと待って、始めるわ。ピクセル移行しやすいのがめっちゃいいんだよな。はい、今もうまさに僕のスマートフォンはこっちに移行しております。これだけ、あの Google アカウントとか全部こっちに入るから、これだけで。えぐいなー。で今回も C のコードと説明書。もういった？指紋認証もやっとこう。画面にこうやってパッてやると普通に開くんで。あ、来た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 。あと2分で終わるって早っ。え、これめっちゃおしゃれなんだよ。めっちゃいいじゃん。このケースもめっちゃいいな。お、コピーが完了いたしました。液晶はめちゃめちゃ綺麗ですね。見てください、こんな感じ。未来のスマートフォンだよな。で、カレンダーを見ると今日のスケジュールから、僕全部 Google カレンダーでスケジュール管理してるんで、もう今入りました。で、Gmail も来てる。はい、アカウントも全部入ってますね、やっぱり。うわ、でもなんかね、見やすいかもな。画面がより大きくなったように感じるかも、若干。ちょっとカメラ使ってみますか。ね、あの初見レビューなんで、あれなんですけど。うわ、すごいわ。夜景モードもめっちゃいいんですよね、ピクセル。これだよね、やっぱり。ピントもすぐ合うね。すごいな。前のデバイスより、セブンより若干熱持ちづらくなってる気がしますね。ちょっと使ってみないと分かんないんですけど、ベストショットっていう機能で4人ぐらいで写真撮って、で1人がそっぽ向いちゃっても別の写真のその顔と合成して全員が笑顔になるっていうヤバい機能もあるらしい。音声も消しゴムマジックみたいな感じで、バイオリンの音楽の時に人が喋ってたらバイオリンの音だけを抽出することができたりとか、外での撮影とかも街の音とかを除去することもできるっていうのは見ましたね。ということで、ファーストコンタクトはすごくいいんじゃないかなっていう気持ちなんですけども、実際ここだけで話しててもしょうがないと思うんで、実際何日か使ってレビューしていこうと思います。はい、ということで、あれから4日ぐらいが経過いたしました。ピクセル8ずっと使わせていただいております。ちょっとケースから出そうか。はい、こちら、あれから、8日間、8日間じゃない、
ピクセル8を4日間使ったんですけども、使用感のレビューを動画の最後につけたいなと思って、まず結論から言いますと完全にいい、これいいと思います。忖度とか全くなしで、普通にパワーアップしてるなっていうのを実感できました。結構ショート動画ね、トミーと一緒に撮る時もピクセル8使ってるんですけど、結構ね誰でもわかるレベルで綺麗になったなっていうのが一つと、熱暴走がね前よりもね減ってるなっていうのを感じました。セブンとかだと 4K で撮るんでね、結構重いデータになってるんですよ。なんで長時間撮るとやっぱスマホがどんどん熱くなっちゃうんですけども、全く熱くならないわけじゃないんですけども、改良されてるなっていうところがありましたし、バッテリーも良かったね。まあ新しいスマホだからっていうのもあるかもしれないんですけども、個人的にいつもスマホ充電難民だったんですけど、まあスマホでね、いろいろチェックしたりとか、まあ普通の人よりもスマホの充電を使う生活だとは思うんですけども、もう単純に充電回数減ってるなっていうのは体感しております。で、カメラ、インカメも良くなってる気がするので、まあ、YouTuber と会ってインカメ撮ろうぜっていう時に、外カメかなっていう画質になってる気がします。体感したね、この雰囲気をお伝えできればな、というところで言うと、まあ、そのあたりかな。で、音声マジックとか、いいなっていうのはあるんですけど、使いこなせてないんで、まあ1ヶ月ぐらい使ったら、あ、なんかこうやってやるんだなとか、まあツールでね、結構自分でも、いじってみたりするんですけども、僕がいいなって思ったのはベストテイクっていうやつを使うと、僕あんま写真写り良くないんで、一人だけなんかって顔してる時があるんですよ。で、2枚撮ったら、この人がしっかり前向いてる、この人ファーってなっちゃってる、この人まっすぐ向いてるの1枚目と、まっすぐ向いてる、まっすぐ向いてる、ってなってたら、ちゃんと全員が前向くように編集してくれるんですよね。最近この AI スマホって呼ばれてるんですけど、そういう人工知能の機能を使ったら、笑顔じゃない人とか別の方向向いてる人を自動生成して、全員が笑顔の写真撮れましたっていうのは、僕個人的には寂しさあるんですよね。でも実際みんな笑顔の写真が撮れたはずなのに、シャッターを押すタイミング次第で撮れてなかったものがうまく組み合わせることで全員が笑顔になるっていうのはフェイクではないのかなと思って、なんかそこのこだわり、その AI なんだけど人間が使うスマートフォンとして、機材とかソフトとして、なんて言うんだろう、倫理観が素晴らしいなと個人的に思ったんで、一見ね馴染みない文化かもしれないんですけども、ちょっと手を加えてくれてるっていうだけな気がしたんで、聞いた時はどういう感情になるか分かんなかったんですけども、気にしいなんですけど、そういうとこなんか引っかからずに便利な機能だなと思って使えたんで、こだわりはすごく感じられて、愛がある商品だなと個人的に思いました。はい、8 Pro なんですけど、 Pro はもう多分普通にパソコンだなというか、誰も止められないよなってぐらいの性能までいってると思うんで、価格帯はね変わると思うんですけども、それだけの価値はあるかなと今回思いましたね。いいですよね、普通にカラーとかも一般的な色と思いきや、意外と他のスマホでは見ない色だったりするんですよ。近くで見るとちょっとこだわりを感じる色だったり光沢感があったりするんで、ぜひね気になった方は調べてみて欲しいなと思います。長年ピクセル愛用者として素直にレビューさせていただきました。ということで皆さん、どういうね、こだわりを持ってスマホを選んでるか、ちょっと改めて考えてみて、いろいろ教えてください。それではさようなら。